ございます。公園待て、本当だ本当だ、公園、公園に待てって言ってるみたい。公園前、ありがとう面白い。バチさんお疲れ、ありがとうございます。いいサンバラ、ありがとうございます。アフロユージさん、虫眼鏡、ありがとうございます。こんにちは。え、やらかした。うわ、メイクしようと思ったのに手鏡忘れたんだけど、どない？うわー、なんかないかな、ないよな、しょんぼり。何しよう。あ、あるじゃん、いいじゃん、これにしよう。あ、でもこれ反射するから、まあこれでできないこともないやこれについてるやつでメイクします。って言ってもあとまつげをやるとかアイメイクだけなので。パパさん、全校ありがとうございます。まあ別にさ、走ればすぐ戻ってこれるんだけど、あのね、疲れるから行かない。そう、何が理由で行かないかっていうのは、そう、疲れるから行きません。バウチさん、ご視聴ありがとうございます。西健さん、かわいい、ありがとうございます。はい、それが一番の理由です。疲れるから行きません。走るとね、体力使うから。西健さんも締めがありがとうございます。ニュアレスさん、バラ、ありがとうございます。トムトムさんも締めがありがとうございます。そうそう、今からね、公演ですのでね、公演前にね、疲れるなんて、そんなそんなそんなことは、ね、したくないです。パパさんも締めがありがとうございます。南幸宏さん、虫眼鏡、ありがとうございます。ゆりだよ、こんにちは。こうするとおでこ広そう、リハの前にある程度メイクしてたので、今日はお疲れ様です。こんにちは。あとアイメイクをちょちょっとしたら大体終わりかな。痛全然痛くないよ。こんにちは。今日なんか土曜日っていうのが信じられない。なんかコンサートあったからさ、やっぱコンサート平日にやってたからさ、なんか曜日感覚狂った。時もあるよね。ね、ちょっと曜日バグっちゃうよね。こんにちは。世間では3連休。あ、そうじゃん。世間の皆様は3連休ですね。さあ、その世間の皆様に該当する方はこの中に何人いらっしゃるのでしょうか。ね、世間は3連休ですが、
距離だよ、こんにちは。そこに該当しない人の方がほとんどかもしれないけど、頑張ろうや一緒に頑張ってこうや、うん、世間の皆様に該当する方もね、もちろんいらっしゃるだろうけどね、そういう方々はもう大いに休んでください。普段お仕事ねされてると、もうビリビリ休んでください。ごめんね、まずいしてるから喋ってないね。なんでこうなっちゃうんだろう。よいしょよいしょ、とりあえずいっか。こんにちは、やす19833くまさん、ありがとうございます。ありがくまー、パパさん完了しました、ありがとうございます。ドマさん、猫ありがとうございます。ありが猫、そっか17日休みなので向かってます。お待ちしてます。この部屋には誰もいません。私の隠し切り貸し切りです。今のところ私しかいない、今はね。そらさん帽子ありがとうございます。わかんない、これから誰か来るかもわからない、来るかもしれないし来ないかもしれません。今のところ私一人です。こんにちは、パパさん帽子ありがとう。田中さん、こちらこそありがとうございました。ちょっとなんかすごい半面チックなとこありがとうございます。嬉しきですよ、うん、田中さん、そう、カメコの皆さんが撮ってくださった写真に、お、私ちょっとさ夜中に見ちゃうんですよ、ツイッター。ツイッターってさ、なんか夜中に見ちゃうのだからさ、夜な夜ないいねしちゃう、ごめんね。通知の音切ってた方がいいかもね、いいかもしれない。でもそんな夜な夜なにしないようには心がけてるんだけど、夜中見ても朝押したりしようと思ってるの。そう、私そう本当に土夜中夜中に見ちゃうから、ツイッター、そうだから、そう夜中に見て、見て嬉しいと思っていいねしたくなるけど、でもね今したらうるさいかな朝起きてからいいねしてる。なんかツイッターって夜見がち。なんでだろう。梅スイちゃんさん虫眼鏡ありがとうございます。私は寝る前にスマホ見ます。なんか見ない方が健康上にはいいんだろうけど、そんな見ないなんて選択肢は私の中にはないので。でも私スマホ見てても眠たくなるんですよ途中で、だから眠たいなと思ったらすぐに触るのやめて寝てる、そんな感じの習慣。私の習慣はそんな感じ。
内で寝るに越したことはないと思うんだけどね。なんだろう、そう、みんなの返信とかもそう夜中に見てニコニコしてる。インスタのコメント欄とかもそう夜中に見てニコニコしてる。こんにちは。ごめんね、やっぱちょっとまつげをするとさ喋らなくなっちゃうよね。集中しちゃうからさ。でも分かりやすいよね、人ってさ集中すると喋らなくなるんだよ。あ、集中してるんだな今って、すごい分かりやすいよね。こんにちは。あ、人それぞれはあると思うけど、怒ると黙っちゃったりするとさ、そう、あ、今はちょっと機嫌がでね、分かりやすかったりするじゃん。よく喋ってたりするとさ、あ、今日は何かいいことあったのかなとか、なんか緊張してんのかなとか、分かりやすいよね。福岡空港の、おお、気をつけていらっしゃいます。ただたんたんさん、虫眼鏡ありがとうございます。なんかそう返事とかがね、上の空だとなんかねみたいな。ね、なんか面白いよね。なんかそういう人間が作り上げられてるの面白いっていう、なんかよくわかんないこと言ってる。こんにちは。一応遠くに鏡あるけど、すごい遠く。こんにちは。めっちゃ遠い。私の全身が見え、椅子に座ってるんだけど全身が見えるぐらい遠くにあります。そりゃ遠い。こんにちは。扉が温まりました。あ、ありがとうございます。ちょっとホットビューラー温まってるんで、ちょっとねやらせていただいて。1298日、ありがとうございます。ありがとう。おめでとう、ありがとうございます。
トビューラーがちょっとね温まってるので、ちょっとこちらをやらさせていただいて、ありがとうございます。こんにちは。16時どうしようかな。16時だね。そのぐらいまでしようかな。いや待って、50分ぐらいまでにするわ。50分になったら教えてください。15時50分になったら教えてくださいって言ったら多分もうすぐでなるよ。もうすぐじゃないか。今多分35分ぐらい一緒かな。教えてください。50分になる。49なるの？あら、ありがとう。早かった。じゃあちょっとコンシーラーを伸ばして帰ろうかな。終了でした。お時間です。退場です。じゃあまた後ほどお会いしましょう。ちょっとバタバタバタ子さんで失礼いたしました。お時間でした。終了です。またね。まつげ終わった。でんでけでんでんでん。まつげが上がりました。とてもいい感じでございます。体内時計は全然違いました。失礼いたしました。じゃあ皆さん、夜公演ぜひ DMM で来てくださる方は一緒に楽しみましょう。でDMM で見てくださる方も一緒に楽しみましょう。夜はちょっと分かんない、やるかもしれないし、まあやるときはまた言いますって感じです。それではまたねんっていう前にランキングを読むよ。13位西健さん、ありがとうございます。12位ただたんたんさん、ありがとうございます。11位アフロユージさん、ありがとうございます。10位キョさん、ありがとうございます。9位ネワレスさん、ありがとうございます。8位梅薄一音さん、ありがとうございます。7位マーサンさん、ありがとうございます。6位バウチさん、ありがとうございます。5位イーイーさん、ありがとうございます。4位タッチャン、ありがとうございます。3位ドマさん、ありがとうございます。2位ヤス1983さん、ありがとうございます。1位パパさん、ありがとうございます。それでは短い時間ありがとうございました。ではまたねー。